ない。もうないです。買わなければ、今日寝る前に買います。誰か言ってください、バブルでリップ買ってって。かわいいかぼちゃになってる。うん、トリックオアトリートのお菓子になってる。うん、ハロウィン仕様ね。それだ。ハロウィン仕様よき。お化け、かわいい。お化け、お化け。髪ぎっしぎしで無理。結構いいよ。明日は確かにお日さな気がする。風船。風船何？ハロウィンなん？風船。野球ボールとか風船なん？定番？定番ですかね。もう疲れすぎてやばいな。最近休みがなくて。そう、2じゃないよ、レオナさんとこっちゃんの動画に出演したんですよ。こっちゃん待ってたら三木さんがおいでよおいでよみたいな。爪割れたし痛い。休みが欲しいな。寝たいなけど、明日はまあゆっくりなお仕事なので、午前中にまあまあまあゆっくり寝て K2 の練習してって感じかな。休みがあればいいんだけどな。髪の毛が絡まってて痛いよ痛いよ。そう、今週はね、だけど結構今月、来月か、来月に結構休みがあって、めっちゃ絡まる、やばい。マジ髪の毛長かったらさ、ちょっと動いただけで、一曲動いただけ、ダンスしただけで髪の毛がもう絡まりまくって、毛先がね長いので絡まっちゃうんですよ。痛い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 。抜けるし、めっちゃくちゃもう抜けるっていうか切れちゃうねんな。もう思いっきりさガリってやっちゃうから、だからなんかそりょ、なんか休みがあったらどっか行きたいなって思ってます。旅行行くかも、旅行行けるか分からんけど。よし、戻りました、髪の毛が。オッケー、うん、サラサラになったよ。じゃあ見ていくか。汗テープ取れるかと思った。こんぐらいの態度かに。こんなんとかにしとこっか、次の公演。そう、2じゃないよ、動画上がってます。そうなんですよ、ちょっと見えないのでもうちょっと前に行かさせていただく。大変。次の休み見て。
目で追いかけたね、漏れてた。今日もありがとう。結構最初の方に気づいてたよ。あ、神奈川いいね。今日マジさ、公園までご飯食べてなくて普通に死ぬかと思った。暇ではないですね、来月。けど休み、久々の休みがあるっぽい。多分大学行くのは夏休みか冬休みなので、通信なのでね、普段行かないです。え、なんか前髪割れてる。どういうこと？待って待って待って、え、気づかんかった今まで。え、最悪、はずい。そんなおかしくないか。でも温泉に入りたいな。今から温泉行こっかな。キュンラブ終わった？配信。ハワイ行きたいよ。オッケーです。三位前いいですね。いいだけに。そう、テープは取ろうと思ったねんな、アンコールの前に。けど着替えでまたミスってもて、あのね、着替えでシャツを着てるんですけど、アンコールの一番最後のあなたへのやつはお腹が見えるやつだから、衣装だからシャツを脱がないとダメなんですけど、またお腹のあのシャツを着たまま衣装着ちゃって、で全部衣装脱いでシャツ脱いでまた衣装着直して、だから時間なくて、もうほぼ取れてるみたいなもんやなとか思ってたけど、なんとかなりました。こんなにしようかな、二重。二重幅広くしたいな。こっちも広くしたいな。どうです、どう思いますか。左右非対称からな。そう、2じゃないよ、2本出てるんですよ。でもカメラマンさんはなんか松江区かなみたいな、松江区かって言われました。松江区してるって、すごーと思って。足大丈夫です、ありがとう。こっちもつけようかなって思ったけど、なんかめんどくさかったからやめました。右だけにした。そう、仲良し、大川さん仲良し。そう、大学はね決まってるんですよ、行ける、通える時期が。いいな、3回いいな。熱海こないださ、旅行に行くのに誘われてたんですよ。おばあちゃんといとこが行くって言ってたけど、なんかとかぶってて、何やったっけ、なんかとかぶってて行けへんかった。5時起きやば、普通に明日はちょっとゆっくり寝させていただく。でも明日もメイクしなあかんからさ、辛い、メイクが辛い。なんか肌が荒れそうで無理。なんかコメント読むの遅すぎて、みんなの質問に何もなんか理解できてない。けごじ、けごじ。
曲でよれんちゃん、グーパンチ。こないださ、あの膝にテーピングを巻いてるんですけど、なんかあのトレーナーさんになんかレナちゃんはテーピングを外すときにもうなんか容赦なく外すからなんかあの荒れちゃうよみたいな、痛くなっちゃうよって言われて、全然大丈夫ですよ私とか言ってブリブリって外したらめっちゃ痛くて、こないだ荒れちゃって膝の横がめっちゃ赤くなって痛かった。だからなんか最近は気をつけてるけど、めっちゃめんどくさくてブリブリブリって剥がしちゃうのでちょっと気をつけます。そう、今日の声出しもちょっともうミスが多すぎて本当にやばかった。あ、面白いよ、ま、ありがとう。ビリビリ外すからかな。さすがにそれはないかな、シャツ着たことは。だってあのシャツというかあの服着て気づくから、お腹の衣装やったって毎回気づく。ぴょんぴょん、ギャギャかな。でもちょっと暴れすぎでしたね今日は。なんかあの体力がないし、私って体力ないししんどくなってまうから、マジでもうなんかアドレナリンでどうにかしてなんかギャギャかわいいとか、マジでもうほんまに暴れるぐらいで踊らな、ほんまになんかあのしんどい、あやばいもう無理や、ヘトーンってなってまうから、マジオラオラオラいけるって思って踊らな。うん、かわいい、ハッピーハロウィン、イエーイ、トリックアトリート、お菓子ちょうだい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 の歌でした。そう、ビリビリしちゃって痛かった。そうそう、エナドリ最近飲んでないかな。でも最近は別に全然疲れてるけど、そんなに。え、なんか最近流行りっていうか、これを買ったんですよ。けどなんかこれを調べた時になんかこれめっちゃ飲んだらなんかディズニーでも1日めっちゃ歩きまくってもなんか全然疲れなくて怖いみたいな、逆にね、聞きすぎて怖いみたいな言われてたから、なんかほんまにもうほんまにどうしよう動けへんって時に飲もうと思って、まだなんか怖くて飲めてない。しかもさ、なんか一粒なんですよこれ、よく見た、一粒しか入ってなくて、だからちょっとなんか効果がありすぎっていうのもさ、なんか怖くてなんかまだ飲んでない。だから金曜日の公演に飲もうかな、ちょっときついから。水木金でしょ、3連目の金曜日に。そしたら何とかなるかも。金曜日って何公演だったっけな、22、23、22、制服か。チキンネイさんありがとう、前のこと好きになってくれたらお菓子あげる。いらないじゃん、こんなアイドルは嫌だ、あげません。お菓子ちょうだいの歌歌ったのにダメなの。お菓子ちょうだい、お菓子ちょうだい。でもなんか最近気づいて、最近っていうかさ、もう最近でもないねんけど、なんかケータリングあるじゃないですか、幕張とか。それのなんかあのグミとかチョコとか飴とかがあったんやけど、マジでなんかグミと飴と。とかマジでさ、なんか取ってなくて気づいたら。だからあんまり好きじゃないんやって改めて思いましたね。めっちゃ効くみたいな言ってて、ずっと笑ってたです。え、でもレッドブル全然効かへんけど、ビタミンなんや。え、そんな効きすぎることないんかな。でもさ、めっちゃ効くみたいなさ言ってて、いやいやまだ飲んでない、なんか怖くてさまだ飲んでなくて。そう、聞きますかこれ、使
れたなぁと感じたその時って書いてるのでそう、めっちゃ怖いぐらい聞きますって言われて眠い、なんか眠いですね。アポロは食べた。キットカットもあったから食べました。だけどなんかめっちゃさ、同期が飴とかグミをめちゃくちゃ取ってて、でもレナアポロだったから、なんかあ、やっぱり自分ってあんまり食べへんのかってなんか気づかされた。恥ずかしがってないよ。レッドブルと同じらしいで。元気だよ、かきれな。え、大げさなんかな、わからん。レナ飲んだことないからさあれやけど、けどなんか書いてた。めっちゃあれって、もう目がかゆすぎてやばい。おっつー、緑の野菜、たけのこの里食べたこと、食べたことあるけどあんまり食べないかも。ガムある。このガムはあのワンピースのステッカーのガムなんですけど、もうなんだっけ、チョコ、チョコと一緒で追いきっぱずっといる。これしかも机に置いとっていう。最悪、決めなくなった瞬間にめっちゃしんどなるとかめっちゃ嫌やん、それ。え、マジやば。さすがにアポロ自前は恥ずかしい。買う人おる、でもアポロ買う人おる。花粉なんかな、花粉か寒暖差かブタクサ。ブタクサ嫌や、はずい、嫌や、はずいよ、ブタクサ嫌やね。声出し楽しいよね、マジで。だってやってる方も楽しいから、見てる方なんかもっと楽しいでしょ。え、でもなんかレナはなんか声出しのコールを全部覚えて、なんか大きい声であの公演を見たいです。声を出し、コールをしながら、え、絶対楽しいよなって。ファンの人とか絶対面白い公演やと思う、あれは。マジで。あ、そう、ウェハース、ウェハース。あ、一時期チョコボールにハマってた、いちご味にハマってた、ハマってた。美味しいよね、いちご。かきらのさん、やほー。24は時間がない公演じゃない、声出しよ、声出し、声出し、公演ね。生誕、ほのほのさんの、ほのちゃん生誕です。結構しいいよ。いい声当たんないってめっちゃね聞きました。トーク会の時もめっちゃ言ってきた、みんな当たらへんって。そう、立ち見の最前って結構いい席らしくて楽しいよな、見えやすいし。うん、コール覚えたいな普通に。いつ入れるんや。わかる、全部違うよな、ブロックごとに雰囲気マジでわかるわ。
なんやろ、俺らはね頭曲も好き、もう全部好きかな。頭曲も好きだし、まあ中曲はちょっと難しいから間の中曲3曲はちょっと難しいから、うん、ちょっとむずいな。アンコールは楽しいですよね、今とか特にね。あの心拍数もあって最高な公演じゃない本当に。いやマジね、中曲の一発目もう全部むずいですね。むずい、マジむずいうん、倍率めちゃくちゃ高いらしい。そう、書き根ないないんですよ。もし出るならポジが変わるかな、また出れるかな。そう、全然立ち見とかでも顔まで見える、表情とかまで見えるもん、サイリウム振ってたら。だからそう、今ね心拍数最高じゃない、マジでいい曲すぎて。でも1日で覚えたのマジで天才やと思うけど、愛のホログラムとかもマジで1日で覚えた気がした。毎回なんかマジでレナってめんどくさがり屋やからさ、制服の目の初披露の前日とかに覚え、まあ、前日はないかさすがに。でもどうなんやろ、前日とか普通にありそうやな、ちょっと覚えてないけど。けどなんかめちゃくちゃ夜中に練習してた記憶があんねんな、2日前とかかさすがにいや今回はマジで時間がなかったほんまに何でも優しい。一番むずい曲、え、何やったっけ、あ、インスピレーション難しかった。インスピレーション難しかった。応援曲はいいかな。しかもなんか公演によってポジションが変わるってなったら、 K2 はなんかサビとかはみんな同じ方向とかが多くて覚えやすいっちゃ覚えやすい、比較的。けど歌わりと歌わりじゃないところの振りが全くもうブロックずつに全部違うから、そこは覚えにくい。あと E はもう全部もう上手下手がちょっとでも違ったらマジで全部振りが違うから、もうめちゃくちゃ大変だと思います大変ですねいやマジでただの天才です、普通に笑える。え、マジただの天才じゃね、え、だって普通に天才じゃない、マジでマジで。マジで神だと思う。嬉しい嬉しい、マジでも追い込まれなさ。そう、え、今日心拍数は神手側をマイク持ち替わるんですけど、私たちはないので、まあ、途中にあるけど。大きな腕に抱かれたいと叶わない、でマイク変えて、私の願いがマイク変えるそこだけ他の人は多分上手の人は変えてる気がする。え、マジでさ、振り入れとかでなんか、まあ、大体上手の人がマイクを変えるんですけど、マジでマイク変える振りを振り入れの時になったらもうほんまにって思う、マジで。しかもなんかでも全員マイク変えるふりならまだわかるけど、なんか右の人はマイクを変えない、左の人はここでマイクを変えてこっちの手に変えますふりをみたいになったらマジでもうガビンにって思いますね。あの前のめりあったじゃんか、あのあれでコンサートで前のめりで振り入れの時はサビは全部マイク替えなしでやってたんですよ。だけど本番の立ち位置が届いて、ペアで
ペアで上手側で、であのマイク替えでめっちゃ苦戦した。もうそこだけで、もうサビのそこだけでも苦戦したからマジでさ、なんかもうそういうのが苦手すぎて、なんか細かいし、なんかほんまのちょっとの振りやねんけど、マイク変えるとか右足が先とか、なんかめっちゃ細かいところが苦手すぎてさ、やばかったゼンポジはどういうこと？普通にゼンポジやる人はさすがにおらんけど、コツ？覚えるコツ？ないかも。やりまくる。え、マジ今日もさ、普通に公演中とか立ち位置見てた。公演中頭結構終わってロングロングのあの立ち位置とか普通に裏で見てた。え、これさ何倍やんの何倍やんの OK みたいな。心拍数の照明な見てないな。こないだ定点で見たけど。ガビーンってね。そう怒られるね。マジで悪い顔してたから怒られた時。愛のホログラム、あ確かに変えるわ。あれ大変そうみたいなファンの人めっちゃ言ってたよな。けどあれ案外大丈夫だった。え、でも今だからってことかな。フリーレの時は大変。もうでもなんか愛のホログラムのフリーレがあったんですけど、フリーレの時はほんまに朝が確かめっちゃ早くて9時とか、もう俺ね朝早かったらほんまにマジ頭もう無だから、ほんまに何にも覚えてなくて、で制服の目公演で愛のホログラムやりますってなって、もう自分で振り起こしみたいな。もう振り入れマジで意味なかった。愛のホログラムほんまにマジでやばくて眠すぎてもう何にも考えられへんくて、振りとかマジでほんまに入ってこへんくて。ねえ、半年前覚えなきゃって感じだったけどね、今言ってて感動って感じ。マジ全然今でも覚えなあかんことたくさんあるんですけどね。マジ覚えなあかんことしかない。マジで朝早かったらほんまにほんまにほんまに。でも両手の振りもむずい。え、この間の特典会で TikTok を撮ったんですよ。あのワクワク心拍数の最初こっちゃんと撮ったけど、こっちゃんが踊れへんみたいな言って、なんか一人だけで撮らされたんやけど、なんかもうレナがさ下手くそすぎて、下手くそっていうかなんかあのめっちゃなんかもうゆるゆるみたいなさなって、もう上げてほしくないねんけど、上がってまうかなあれ嫌やな。で最初はなんかあのワクワク心拍数のあのこっちじゃない方のこっち逆にできんからあれな、あの踊りの両手マイク、今レナマイクしか分からへんからさ、左の振りが分からへんくて、けどなんかまあいけるかってなって左の振りを覚えてなんか撮ろうねってなったんですけど、なんかもうもう無理すぎてダサすぎて、それでやったら。でもミヤビームの動画がもうマジミヤビームめちゃくちゃ可愛いしさ、めっちゃ上手くて普通になんか笑った。なんかほんでなんか最終マイクつけて撮ったんよ。なんかマネージャーさんに「えもうちょっと無理です」みたいな、「ちょっとなんかエアマイクしてていいですか？」みたいな言ってマジ恥ずすぎてあんなんあげられてほしくない。普通にマイクつけてんねんだって。マジでだってビームもさ両手でやっててさ
マジ恥ずすぎてさ、マジでやばい。それを帰りの新幹線でマキコさんとあやさんに話したらめちゃくちゃ笑っとった。読んだ話をちょっとしながら帰りました。ガキで痩せてない、全然全然。今日だけ痩せとうかもしれん。でももうご飯食べたからもうダメ、普通になった。うん、マジでさ、はずすぎてさ、ほんまに。もうほんまになんか、ほんまに嫌だ。マジで、公開されてほしくない、あれ。あれ、普通にもう黒歴史。普通に黒歴史だし、普通にやばい、あれは。マジでエアマイクしてた。てかさ、今日とか全然さコメント読めてないからさ、なんかみん自分だけ読まれてないとか思わんとってほしい。普通になんか普通にみんなのやつ全然読んでないから。読んでないけどちゃんと目通してるからさ、なんか普通に自分だけ読まれてないって思わないでね。読んでないわけじゃないですから。みんな話すな。誰が一番、マジみんな話す。でもどうやろ、マジで。でもマネージャーさんあげますねって言っとったからさ、マジそれな。マジそれなとか言って。マジさ、読んでないからさとか自分で言うのもあれやけどさ、なんかほんまにさ、なんて言うん、なんかちょっと今日は自分の話をたくさんしちゃってすいません。ふてくされ。すいません。ちょっとじゃあこんなんやったら普通に怒られるからやめて。すいません、本当に自分の話しません。すいません。てくされ。死ぬ。すいませんでした、ごめんなさい。みんなのコメントを一つずつ読みたいと思いません。残念。マジいつも読んでるから、別に心の中っていうかさ、ちゃんと一個一個目当てをしてるからさ、ちゃんとほんまにほんまにほんまにマジ大丈夫です。はい。そう、限りの話ばっかでごめんな、今日すいませんね、ほんとにすいませんね、ほんとにすいませんね。すいません。ちょっと腐れてたよな。悪い顔してなかった、大丈夫やった。これで悪い顔してたからもうほんまに良かったから、あの時は。マジでマジでマジで今日はほんまに全然ごめんな、自分の話めっちゃしてるわ。みんなのコメント全然確かに読んでないなって思ったけど、なんかそれなんかでよみたいな感じで言われたら、そんな言い方してないけど。そんな感じで言われたらなんかね、あれだから。でよみたいな感じで。そんな言われ方はしてないけど。マジマジマジちゃんと見てるから、全部みんなのやつもほんまに見てるで、全部。そう、声低くなったら呼んでるから。機嫌悪いやん、機嫌悪子でしたね。それな、だってコメント欄かそってた時だってもうレナ呼んでなかったもんな。ほんまにほんまに。マジでそれな、何回も送ってきた人がおるけど、マジでなんか何回ものやつを何回も見てるから、同じやつとか。普通に。
だからマジで1個目で全部見れてるから大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。マジ全部読んでる。そうそうやねん。そうこうやってな、そうコメントにそうやねんとか言ってまうからさ、多分見てる人はさ何のコメントに対して返してるんやろって思うことあると思います。耐えてるらしい。セレナがコメント読まへんのに耐えてくれてるらしいわ。もう全部割れてます。本読み得意やから、レナ早読み、小説の早読みとか得意やからさ、マジみんなのコメント爆速で読んでる。でバブルのコメントスルーっていうか返さんくない、バブルのコメントって普通に毎回。え？え返してるん他のメンバー。え？え返す？レナってコメント返してない方なんかな、みんなのコメント。もっと返してる人は返してるってこと？分からんけど、結構返してる方やと思ってたけど、すいません努力します。てくされん、すいません努力します。努力します。ワンピースのゲーム入れたけど消しました。あの横画面のやつかな、すいません。悪い顔選手権。でもなんか返してくれてないって思う人がおるんやったらもう返さんとこっかな、みんなに。バブルって返信できるけど、しかもなんかレナのさ、みんなの返信見たら既読みたいなのつくんじゃないん、分からんけど。兵庫県の方皆さん、肩をババ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 。レナみたいな人が多いかな、どうだろう。いろんな人がいます兵庫県には。でもマジでレナよりおもろい子とか全然いますね。レナよりおもろい子とか。マジでいる、めちゃくちゃおもろい人多い。でもなんか全然兵庫とか関西とか関係ない気がするな、面白い人は。全然なんか炎さんとかめっちゃおもろいもん。だってレナが今まで生きてきて普通にもう5番目以内には入るぐらい面白い、ほのむさん。マジでなんか全然関西とかで過ごしてきた時の出会ってきた人とか、なんかあの思い返してもマジでマジでめっちゃおもろい、ほのむさん。マジでおもろい。そう、レナ基準、普通にレナはおもろいとして、おもろいと考えて、マジめちゃくちゃおもろいね、おもろいよな。そう、なんかこうしてって言われたらこうしたくなくなる人間なので、すいません、こんな変なやつで、変な性格ですいません。はい。打率とか言われたんがもうおもろいもん、なんか。あれ関西弁
やったらマジで絶対もうやばいと思う。普通にもうめちゃくちゃ面白い。もう今でもおもろいけど、でもなんか昔中学校の先輩でなんかめっちゃおもろい人がおってマジでめっちゃおもろい人がおってその人には勝ててないかな。でもめっちゃおもろい。ほんさもうなんかその人ぐらい面白くて、なんかその人を超える面白い人がおらんくて、レナ今までにマジで一人も。高校の友達とか もう全然でとか言ってけど、マジでマジでそう、レナが SKE のファンやったら絶対ほのんさんのファン。ていうかもうマジトーク会とか握手会とか行きまくると思う。てかほのんさんしか行かへんと思う。逆にほのんさん行ったらさもう満足するくない幸せに帰れそうやんなって。めちゃくちゃ他の人行かへんな絶対に。自分が行くぐらいやったら握手会でまたほんまになんか最近のあの2じゃないよのほのさんのあのめっちゃちっちゃい頃の動画が出てきてめっちゃ可愛くてもうその時からなんかもう存在が面白すぎてさ、もうめっちゃ一生もう寝る前にさもう真っ暗の部屋でこうやってあの布団に転がりながら携帯横にしてめっちゃクーって一人で笑いながら見るのが最近の趣味。でもこれは言ったらめっちゃ恥ずかしいから言ってない、本人に。だから内緒でお願いしますマジおもろすぎてマジでおもろいんやな、ほんまに。内緒、まだ内緒やねん、それは内緒なんですよ。うんうん、マジ楽しい楽しい楽しい、ほんまに楽しい。あーまあ確かにやっぱ相手から話してくれる方がこっちもさ話しやすいしさ、それはそうかも。でも今回の幕張で感じたことがあって、なんかレナのファンの人って結構人見知りな人が多いんですけど、なんかみんなめっちゃなんか毎回考えてきてくれて話すこと、なんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、でもなんか別に全然なんかあれですけどね、全然何も考えずに来るだけでいいんですけど、でもなんかレナが話しちゃってなんか話したいことあったのになんか話せへんかったみたいなっていう時もあるから、なんかちょっとなんか話してもらう時もあれば、なんかあの相手が先に話してくれる時もあるからそうだからなんか話すこと考えてないかなと思って、なんかレナがなんかめちゃくちゃ喋ったらなんか言いたいことあったのに実はみたいな、ごめんめっちゃ話してもたみたいなこととかあるから、ちょっと難しい話ですよね。まあどうなっても楽しいんですけどマジで楽しい、マジで楽しいやと思う。レナがファンだったらうん楽しい。どうやろう、分からんなんかだってその人がさ楽しいかどうかも分からへんもん。その人がなんか例えばなんかグッズとかつけてなかったら楽しいかどうかも分からへんし、まあ、まあ他の人のグッズとかつけてたらなんかあのあれなんやなとかさ、もともとこの人とこの人とレナ推しなんやなとか知っとったらあれやけど、なんかグッズとかつけてなくて分からんな、誰々のとこから来たとかいう人はまあまあまあそうやけど、どうなんやろそう言ってた、緊張して話すこと忘れちゃったとか結構いました。 3,4 人ぐらいいた
え、全然あの考えんでもいいんやで。そう、全然考えなくても大丈夫なんですけどね、何でも話すので。そう、ノープランで OK です。そう、緊張するってよく言われる。みんなめっちゃ緊張してるもんだって。緊張してるって思って話してる緊張してるんですけどって思って話してるけどえ、マジで人見知り多いんやって。人見知りってか緊張の人でも、緊張する人って人見知りなんかなって思って。まあ違うか、それはただ緊張してるだけかな、分からんけど人見知りそうそう、レナだけ話してもって、なんか話すこと用意してくれてたのにめっちゃレナだけ話してまうとかさ、あの、あるで、話させてよみたいな、あーごめんみたいなありますね、そういうこと結構確かに脱線結構得意やな。ネームネームネーム、ネームネーム、ユウも見れたですか、ツイン。めっちゃ手抜きツインだったけどね、低くて緊張して声かけれんかったまあ、ちょ、緊張してる人結構多数多いんですよ。もう一個自首することあった。何怖い怖い怖い、全然普通に怖いよ自負してよだしかに、どうやろ、楽しいっぽい人とかは楽しいって聞かへんかも。逆になんか誰かのグッズつけてたら、誰々推しなんやみたいな、そこに突っ込むかな。楽し風できたら、いや楽しいやんなって信じて話す先生に限ってな、なんか隣の隣とか見たらさ、普通におるとかあんねんな、全然。そう、だから怖い、人は信用できない人は信用できない、楽し風は信用できない、楽し風は信用できないぜ楽し風は信用できないぜ人見知りか緊張かとちょっと違う、分からんけど、でもなんか緊張してそうな人は人見知りなんかなって思ってもらうけど、でもよく考えたら、まあ、それはメンバーと会う時ってさ、別に人見知りじゃなくても緊張するかって思ったら、どうやろう、あ、そうそうそう、推しメンと会うなら緊張するよな、全然それはそうかも誰でもさ、初めては緊張するよな、絶対。いや、もうそれで言ったら、ほのさんとか絶対緊張せへんと思う自分がもし行くなら。あ、でも緊張するかな。でもなんかもう、何でも面白くしてくれそうって思って緊張せへんかもしれん確かに申し訳なそうな顔してるわ。確かに確かにしてるわ。チキン南蛮やって、初見さん。チキン南蛮大好き。ちょ、あれさ、何やったっけあの、カジケンの、大須の商店街での、あれがあったじゃないですか。あったんですけど、あの、みかん全 TV での。あれでさ、なんか、レナが、なんかチキン南蛮って書いて提出したんですよ。混ぜそばに入れるなら。って思ったら、なんか何やったっけ、タルタルソースとお肉となんちゃらみたいな書き方されててチキン南蛮って商品名なんかなとか思って、で最初さ、レナはチキン南蛮って書いたから、もうそれしかさ全然頭にないから、誰って思ったけど、よく考えたらレナかと思って、最初さ反応できひんくてん
そうだからあれ実はなんか、いやそれチキン南蛮じゃんみたいなみんなに言われたんですけど、そうやって私書いたんですよだからなんか何があかんことはないやろうけど、なんでやろうなマジでめっちゃおもろくない、めっちゃおもろくない、初見さんからこんな話言ってもてほんまにちょっと申し訳ないけど、さっきの人にはいやリス、レナはチキン南蛮で買いたいんよ呼んだ食べた、もう最高やん、こう呼んでもらえるいっぱい名前そしたらなんかあのお肉とタルタルソースとなんか酢みたいなでレナ自分でさ、自分ではそうやって書いてないから分けて、だからそれ引いた時にえ何これと思って、レナじゃないよなって思ったらみんな違うからさ、でさその書かれた3つをさなんか頭で組み立てたらえレナやんってなってさ、ちょびっくりしたほんまに、めっちゃおもろくない、えでそこのその時になんかえチキン南蛮ってなんか商品名みたいな、何例えばなんかなんやろ コーラみたいな感じなんかなみたいな思ってマジ一瞬焦った、え書いたあかんかったんやと思ってなんでやろ、特に意図はないかな、別に分散させられた完成された料理、あー料理一品料理的な、そういうことか、あーじゃあトッピングじゃん、あそういうことそれかな、なんかトッピング風にあんまり思わんからってことかな、だからさ多分あの後にさレナさなんかえチキン南蛮って言ったっけ、あの後マイクで言ったあかんのかなと思ってさ、なんか言わへんかった気がする、言ったかな、なんかそれはご飯に合うんですけどみたいな、ご飯に合うから麺にも合う、いててててらする、ご飯にも合うから麺にも合うと思ってみたいな感じで言ったから言ってないよな、だってさなんかあかんかなと思ってさ、一応な控えたね言うの、そん時にチキン南蛮っていうの控えて多分分からんけど覚えてないけどそうマジでびっくり、えマジレナって案外さなんか気をつけてるからね、なんかそうめっちゃさなんか MC でさなんかめっちゃなんかカットされるよねみたいな、なんかよく言われんねんな、マネージャーさんとかにも、えカット私されてないですよみたいな、え絶対レナさ制服の目とかでさ、まあまあ大体制服の目やん、さ MC よくしゃべるってなったらマジ全然大丈夫な気がしたんやけど、どうなんやろMC とかさなんか定点で見るときとか見ひんからさ、 MC えされてるのはずはずえでもなんかレナじゃない他のメンバーのところとかはなんか何個か反省会とかで出たりするから、なんかえでもレナはマジでなんか反省会で出たことないの一回も、一応ちゃんと気をつけてる気がするんやけどあかんかな、どうなんやろ、なんかみんなが笑ってくれたらいいかなみたいな思ったんですけど今後の反省会にな別に言われてないのにさカットされてるみたいな、でも多分されてない気がすんねんな俺の的にはそうあんまりね MC の赤い言ってみないんですよ、生誕今日までなんや、昨日でも終わってたかと思った、今日までね生誕祭、なんかちょっと一部出てないとことかあるけど、みんなよかったら見てねって言ってもあと10分とか話題だの限るな、ありがとう待ってチキン南蛮の話しとったらさっきのちょっと初見さんフォローしてくれたわ、もうこんなに名前呼ばれたらフォローしてまうよな、別に好きとかじゃなくてもありがとうございます、たくさん呼んでよかった話が脱線しすぎてそうアーカイブってさ案外ね見ないんですよ、うん生誕祭前見てた、
本当に。幕張でさ、生誕のことめっちゃ褒めてくれた、みんな。みんなめっちゃ褒めてくれて嬉しかった。チキン南蛮ゲット。あ、コメント迷った。いや危な、今嫌われた多分。ゲットとか言って、ありがとうございます、チキンさん、ありがたいです。え、じゃあスピーチのさ文字起こしマジでさ面白くて、マジあれほんまに笑った。褒めるのも全然いいよ、そういっぱい話せたから大丈夫だよ。みんな褒めてくれて嬉しかったでーす。チキン南蛮ゲッチュー、ゲッチューしちゃった。チキンラーメン、チキンラーメンどういうこと。でもチキンラーメンどういうこと。チキンラーメンってひよこのやつだっけ。食べたことあるけど、もうどんな味か忘れた、全然食べてない。そうそうそう、卵をのせるやつやんな。やばい、足つるいだよ、いてててててて、やばいやばいやばい、してるして。今日さ頭曲終わって、長曲の服に着替えて、ルーズコントロールのさ靴に履き替えて、靴紐を強くくぐってたら、しゃがみながらくぐってたらさ、右足くぐってる時に左足がつってぶっ倒れて、いってててみたいな。で左足くぐっとう時にさ右足つってさ、もう両足つってめっちゃ痛くて、多分ご飯食べてなかったからかな、分からんけど。でもうそっから足つったからマジやばいと思って、塩分チャージ食べて、アクエリ飲んで頑張ってしのぎました。痛い、足がつっています。ぶっ倒れた、いたー、もう廊下で、めっちゃ狭い廊下で、いたー、足倒れた、足倒れた。でマキコさんとか横におったのにさ、なんかもうマキコさんは全然心配してくれんから、足つってるみたいな、で終わって、マジめっちゃ痛かったのにさ、もうほんまにマジ。そう、ちょっと自分でも笑っちゃったんやけど、途中めっちゃ痛くて、うん、やばいやばいってなって。そう、普段な何もさ飲まへんねん、水しか飲まへんねんけど、今日はなんかまだ頭4曲で足がつっちゃったから、しかも両足、これやばいわと思って頑張って飲みましたよ、アクエリを。痛い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 ってなった。マジさ、いい公演ってほんまになんかめっちゃくちゃしんどかったり、しんどかったりっていうか、リハじゃないわ、スケジュールがパンパンで、なんかきつー、今日も頑張らなって思う時とかに大変そうな公演やと思うやん、逆にありがたいんですよ。なんかアドレナリンがめちゃくちゃ出て、もうテンションおかしくなるから。楽しすぎて、だから全然なんか疲れてるのに、なんかみんながさ公演しかもいいやな、大変やなみたいに言ってくれるねんけど、マジでもうなんか逆にいいやからありがたいみたいな、もう先輩たちももう最高に楽しい人たちばっかりし、マジアドレナリンでもうジャンプしまくりみたいな、もう楽しい、おえーって感じで公演してるから。声出しの衣装、頭曲かわいいかな、頭曲。え、公演がマジでうっってなる、うっってなりました。うっってなるけど、でも公演中はマジで楽しいから、もう疲れてるとか前日これやったとかマジ関係なさすぎて、いい公演の時ってほんまに楽しいんですよね、一生ね楽しいよ。え、今日は湯船入ることを決意した。温泉行こうと思ったけど、やっぱりちょっと配信しちゃったからなんか諦めて、明日も仕事があるので、はい、だから今日はお湯、おお、お風呂ためてから配信すればよかった。
でみんなでお風呂が沸きましたコールをしたらよかったのに、やっちまったぜ、やっちまったが、まあ今日はまあまあまあゆっくりでいいか、ゆっくりお湯入れてお風呂に入りまーすイエス。なので今日はゆっくりお風呂に入ってゆっくりお風呂に出てゆっくりお風呂から出てちょっと K2 公演の練習しなな。明日はちょっと多分やらないの、明日もやると思うけどあと最近さボスベイビーめっちゃ見とって、ボスベイビーにハマった。あとクレヨンしんちゃんもさ最近見とったねんけどさ、もう最新話までまた見てもって、うん、レナクレヨンしんちゃんやっぱりめっちゃ好きやなって思った。最近めっちゃ見てる。でクレヨンしんちゃん見終わってもたから、あの何やったっけ、ボスベイビー見てるうん、公演頑張ったぜ。ねえ、なんかさここに口内炎できて、ここ右の上のここ歯の横めっちゃ痛い。なんかさ口の中ってさガブって噛んだら口内炎になるやんか。マジでなんか噛まへん、噛む ここが絶対噛まへんやんか。なんか噛まへん口内炎ってなんでできるんやろと思って、どうやってできるんと思って、なんかでも今日起きて急にできたから痛と思って絶対こんなとこ噛まへんのにさ、めっちゃ痛いな。そうゆっくり入る、ありがとう。そうクレヨンしんちゃん毎日見てたらさ最新話まで行っちゃってさ、そう最近ね見直したのクレヨンしんちゃんをもう温泉の話しとったら銭湯来た、銭湯さん来ました、初見さんマジでおもろい今日。何なんかおもろい日ですね、やっぱりなんかこういう日はいいですねね、内臓がなんかとか言うよな、なんか胃が荒れてるみたいなさ、胃が荒れてるとかなんかね言うよね。ストレスストレス、でも最近ストレスあんまない気がする。そう、え、わかる。口の中いっぱいでご飯食べてる時って噛んでまうような、ベロとか痛ってなる。500枚ぐらい買ってみ、500枚ぐらいな、ループしようしみるもの食べたくなる。でもさ口内炎に塩を直塗りしてめっちゃ痛いけどそれに耐えたらマジで1日でめっちゃ良くなるみたいな、海外の人がめっちゃやってて、それが海外で流行ってるらしい(笑)ありがとう、フォローしてくれたありがとう。なんか初見さん多いな今日、ありがとう初見さん。うん、東京から、ありがとう。リチアわわ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 、でもねビタミンこれ飲んでる、たまにだけどたまにしか飲んでないけど、最近飲んだのは覚えてない飲みます、ちゃんとビタミン摂取するわ。口内炎ねとかできちゃうんやなOK ちゃんと飲みます。急に大きい声出せない、すみません、すみません。画面近いってよく言われるし。これこんなに低いんや。イエーイ。ほら、いっぱい入ってる、まだまだ。うるさいって怒られそう。
何枚出すとかなんか分からへんねんな。なんか10枚とか出せるんかと思ってたら今の最大って5枚らしい。みんな知っとうか。5枚って最近知って、え5枚なんや。でもなんか教えてくれた人おるけど毎回忘れても、えチョコビってちょっとあんまり苦手ですね。あんま食べへんかな。5らしい。知らんくて10枚とかなんかなって思ってたけど、1か5ってこと？1枚か5枚ではなく1,2,3,4,5 をどれでも出せるんか。ねえクレヨンしんちゃんでチョコめっちゃ美味しそうに食べるよな。それずっと思ってた。時々ループループー。うん選べるね。そういうことね。1枚ですか5枚ですしか分からへん。聞こえてないな。聞いてないな。あんま聞いてないんか。そうスーパーとかでチョコビン見つけたらめっちゃテンション上がってたけど、でもめっちゃ前に食べたのが最新やからちょっと味変わってると思うからまた買ってみよう。でも全然さループとかでも全然いい気がする。いい気がするっていうか何なんかあの別になんかあの5枚の人やけど5枚しか持ってなくてなんか5枚一気に出すでも別にいいけど、なんか1枚とかでもさなんか違う話できるやんっていう。これをファンの人と話したこの前。違う話話題が毎回変わるからさなんかいいかなって思うけど、そんなことないんかな。話したいことがあったら全然ないいと思うけど、5枚とかでどうしても。でも短いんやんな確か1回が。それはあでも握手の1枚の方が短いらしいからまあトークの1枚なら話せそうですけどね。何忘れたか、何忘れたじゃないわ、何話したか忘れた。毎回それでささっきの続きやねんけど作って。確かに話題があればねいろいろ話せるよな。コスパはね確かにね。確かに確かにとか言わん方がいいのかな。確かにとか言っちゃうけど。眠すぎてさお風呂入るか迷う。違うあの湯船に湯船に入るか迷う。初見でそれでさとか言っとってさ混ざっとったらめっちゃおもろくない。え何の話みたいな。えそれでささっきの続きやねんけどさーとか言って全然知らん話とかされたら。えマジでさなんか一人暮らししたらレナの予想で一人暮らししたら絶対に朝風呂の確率上がるって思ってたんやけど、マジでそんなことなくて、なんか一人やったらさなんかあのもう寝てもたら終わりって分かってるからなんか頑張ってなんかお風呂毎日入ってて自分偉って思ってます。でも2回ぐらいあるかも。夜中の3時とかにお風呂入ったの2回ぐらい。までも朝の5時とかにお風呂はないかな。一回起きて、でもさなんか夜中に寝てもて夜中の2時とか3時に起きてなんかお風呂入んのめっちゃなんか怖くない？真っ暗でまだ夜でなんか起きるのが怖くて、だからそういう時はなんか怖ーと思ってもう一回寝ちゃう時とかあった実家とか。あー明日もメイクチライドだよ。明日はファンデーションなしで行くわ。
もう今日とかもあんま塗ってないけど、もう最近さファンデーション塗ったらさ塗る時間が増えてるからなんかなしにしてるんですよ最近。けど全然肌は荒れる一方ということで、頑張ってお風呂に入りたいと思います。明日も頑張ろう。あ、今日のアーカイブ見てね。告白心拍数やってます。今日もさいならさいなら。体調気をつけます。みんなも気をつけて。寒くなってきているので、さようなら。ありがとう。じゃあね、ありがとう。おやすみ。バイバーイ。おやすみ。